さまこんにちは。世界を変える100人の働き人です。今日は15日お盆なんですけれども、まあお盆だからというわけではないんですが、ちょっとデモクラシータイムズとしては珍しく仏教のお話をお届けしたいと思います。今日のゲストは仏教思想研究家の植木正俊さんです。植木さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もうぜひこの際、はい、植木さんのお話を伺いたいと思ったのはですね、安倍元首相銃撃事件がありまして、はい、それで、統一教会というですね、はい、新しい宗教がこうクローズアップされました、はい、でその教義というのがキリスト教をベースにしているんですが、うん、ものすごく男尊女卑、あ、そういうことに、はい、女性たちの間に静かななんていうかショックがね、はい、広がっています、うん、というのは仏教、あ、キリスト教もそうだけど仏教もそうよね、うん、はい、伝統仏教だけ、あ、伝統宗教だけじゃなくて新宗教も代々宗教っていうのは男尊女卑だということに、うん、その信仰に生きている女性たちが、うん、こう静かに傷ついている、はい、それでね思い出したのが、うんうん、植木先生のこれですよ、はい、差別の彫刻という、はい、もうこれはズバリ性差別の彫刻と言ってもいいですよね、はいはい、一言で言うとどんな5本ですかこれ。まずですね、1976年から85年まで国連婦人の10年だったでしょ。そうでした。全差別撤廃条約とかね、はい、でその頃にですね、いろんな分野で女性差別、男女差別を笑い出し始めた人が出てきて、うん、これひょっとしたら将来仏教にも来るなと思ってですね、まあ、1990年代からずっと勉強してたわけです、うん、まあ、それを研究した結果ですね、お茶の水女子大学に提出して博士論文になったわけですけどもね。これはその博士論文を元にした、元にして、ね、サンスクリットの言語を全部外して日本語だけの部分で出し直したものですね。なるほど。で一言で言うとね、この本は皆さん原始仏教では全然男尊女卑でも何でもない、はい、絶対平等ということをお釈迦様は説いていたということなんですよね。そうですね、はい、それがなぜ今その、うん、フェミニズムの観点から現代の仏教を批判するような論考もたくさんあります、はい、なんでそんなことになっちゃったのかということを、はい、お話しいただくっていうか、はい、私たちが理解するためにそのまず原始仏教ですね、はい、どうだったのかということを教えていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ最初の年表を出してください、はい、これは、インド仏教史の概略とありますが、はい、お釈迦様が、在世していたのが、前463年から前383年、80歳でお亡くなりになったんですね、はい、でこの時代が原始仏教、初期仏教で、この時は男女在家出家の別なく平等だった、はい、カースト制度の否定って言いますと、まあ、身分差別ですね。その仏教が生まれたインド社会っていうのは、はい、そのカースト社会だったわけですね。そうですね、はい、それを否定する、はい、で、ま、それがまあ3世紀で、この最初のお釈迦様の教えそのものがスリランカに伝わった、はい、まあインド全体に伝わったと思うんですけども、はい、それがたまたまアショーカオという王様が紀元前3世紀にいまして、はい、その弟か息子にですね、スリランカに伝えさせてるんですね、うん、でそれがたまたまですね、紀元前1世紀に文字化されたんですよ、スリランカ。だから残ったんです。だから他のところにも伝わってはいるんだけども消えてなくなっちゃったとか、 あるいは今度はですね、その次のですね、前3世紀末のところにですね、はいはい、でそこに教団の権威主義化というのが書いてあります。もうお釈迦様が亡くなってすぐですね、はいはい、だからお釈迦さんがまあ生きてる間はですね、目が黒いうちは下手なことできないです、はい、でお釈迦さんは徹底的にですね、平等思想を説いたんです、うん、あるいはもう迷信を徹底的にね、排除したんです、うん、ところがお釈迦さんが亡くなったらね、またずる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 と元の方に引きずり戻されて権威主義化していくわけですね。
でその権威主義化したのがですね、どこでなされるかというと、うん、あのインドの西北部、北西部のガンダーラあたりです、はい、でそこでそういう権威主義化した仏教がその清浄仏教と呼ばれたわけですね。呼ばれたんですね。でこの特徴はですね、男性中心、それと出家者中心ということにされていきます、はい、で当然女性は排除されていきます、うん、だから原始仏教ですね、女性もね平等に扱われてたんですよ。もう全くね差別ないです。でところがね、それが女性が汚れてるにされて、で成仏できないというものにされちゃう、あるいはそういったことを正当化するためにですね、女性を平等に扱うということをですね、語られてる経典を削除する、はあ、だからたまたまねスリランカに伝わったからよかったんですよ、はあ、でそのスリランカに伝わったものはね、まだ改ざんされてないものなんです。そのスリランカに伝わったその初期原始仏教に近い教えっていうのは日本人は知らなかったわけです、はい、これはですね、明治以後まで知られてないですね、うん、はあ、だから中国、日本、まあ、ガンダーラを経由してきますから、うん、はい、ガンダーラは清浄仏教が盛んですから、でそれを乗り越えようとしてこの大乗仏教が起こるわけですけどね。でその中でまた法華経もこう編纂されていくわけです。でそれは全部ね、大乗仏教も法華経もですね、この原点に帰れと、おかしいじゃないかと、この清浄仏教の主張を見てるとですね、この人間を差別するためにお釈迦さんは仏教を説いたように思われちゃうでしょ、うん、でそんなはずはないっていうんで、大乗仏教がその清浄仏教を批判して、この平等思想に変えろという運動を起こすわけです。このあたりとってもダイナミックです、はい、そして紀元前後に大乗仏教ね、今おっしゃった 大乗仏教がその起きて、そして紀元1世紀頃に、はい、なんか清浄を皮肉る唯摩教、はい、清浄と大乗の対立を使用する法華経が成立した、はい、いや、はい、なんかこれは一番最後にたっぷりと、解説していただきたいんですが、はい、でそのもと目指すところが、当時の仏教界の逸脱を正し、原始仏教に戻れ、はい、ということで、はい、女性や在家の地位を回復するという、はい、面白い、歴史だと思います。じゃあこれをちょっと、だからこのね、うん、流れをね、うん、皆さん知っといてほしいんですね。でほとんどねこれ知らないんです、この流れを。いや本当そうですね。仏教といえばもう全部一色たに似てますけども、大乗仏教のところからしか知らないです。そうですね。だから原始仏教は日本に伝わってないです、うん、これはもうスリランカに残りました。なるほど、はい、はい、じゃあちょっと詳しく見ていきたいと思います。次お願いします。そのカースト制度のある仏教を取り巻く、はい、あるいは歴史的には仏教の前後ずっとあるバラモン教での、はい、と女性の地位なんですけれども、はい、バラモン教はマヌホーテンという歴史の教科書に出てきますが、はい、子供の時は父親に従い、結婚したら夫に従い、老いたら息子に従うべしって書いてあるんですよ、はい、本当にこれ儒教でも聞き、うん、私儒教だと思ってた、はい、いや同じことをね書かれてます。あ、でこれはね相互に影響があったかっていうとね、ないと思います、それぞれ独立したね考えだと思います。はい、で女は自立するに値しない、家事も、はい、勝手なことやるなと。はで女性は子供を産むための畑にしか過ぎないと。なんかこれがね法律に書いてある、マヌホーテン、ね、これはもうバラモン教の法律上ですから。はい、もうなんか畑を機械で置き換えると、はい、つい最近も日本で聞かれたような気がしますが、ええ、それに対して、はい、原始仏教で女性はどういうふうに見られていた、はい、シンガーラへの教えっていうのはこれはお経ですか、はい、経典ですね、まあ、要するにねお釈迦さんはいろんな人に向かって説いてますね、はい、でその時にこのシンガーラという在家の男性からですね、うん、人間関係のあり方についてね質問されたわけです。その時にね6種類あると答えるわけですね。そのうちの一つがこれなんです。夫が妻に対するあり方として説いたわけです、はい、でそこにはね夫は妻に対して5つのことで奉仕せよとあるんですよ、うん、奉仕、これ女性の皆さんものすごくびっくりされると思います。びっくりします。お釈迦さんがそういうことをおっしゃったんです。でその5つのことをね主だったもの3つ挙げるとね、
妻の自立を認めようなんですよ。で2番目がね、宝飾品を買い与えよう。嬉しいんですけど、金銀ダイヤモンドとかで、インドではね、この宝飾品っていうのは、はい、あのオーナメントじゃないんですよ、飾りじゃないんですよ、デコレーションじゃない、財産。あの例えばあの紙のお金であればね、王朝が変われば紙くずになっちゃうじゃないですか。日本だとほら藩札が紙くずになった時代があったじゃないですか、明治維新にね。それと同じように、陸続きですから、いつ異民族が攻めてきて王朝が滅びるか分かんない。そういった社会にあってはですね、紙のお金なんて信用されてないんです。そしたら身につけて、はい、身一つで逃げるって言っても。だからインド人はほら肌身離さず、そうですね、あちこちに宝石、ブレスレットとか、はい、腕輪だとか耳輪だとか、アンクレットもね、はい、うん、あるいはね、財産を肌身離さず持ち歩いてるわけです。なるほどね、はい、でこの当時はね、うん、あのやっぱりバラモン教関係の思想でね、うん、あの女性は持参金持ってくるじゃないですか、結婚するときにね。でいくら高額持ってきようが来ようがね、女性の持ち物はそのうちのこれだけと、こうもう上限が決まってるんですよ。それ以上は全部夫のものと、夫のものになる、はい、そういう決まりがあったんです。そういう時にこれをお釈迦さんが言ったと。すごいですね。その結婚したら、はい、あのいろんなものを買って、はい、財産分与を、はい、しなよっていうことですよね。いや、今ちゃんと宝飾品をね、生きてる時にもう与えて、ね、財産として与えとけと、ね、あの妻 の, あの完全な財産権っていうのはヨーロッパでも、はい、近代になっても認められませんでした、はい、だから僕はそのこの今のね、この博士論文で書いたのは、はい、世界で最初に女性の自立と財産権を認めたのはお釈迦さんであると主張してるんです。ヨーロッパよりはうんとうんと、もう紀元前2000年以上早いです、はい、と思います。そして 3番目が妻を尊敬せよ、尊敬せよ、はい、いや、あのなんていうか、尊敬っていうかね、今のその人権思想だって、はい、それぞれの人を尊重しようっていう、子供であろうが、はい、尊重しようっていうのがこう基礎じゃないですか、はい、それを言ってるっていうのはすごいですね。ね、だからお釈迦さんの思想はこうだったんですよ、女性に対しては、うん、でところがね、うん、このシンガーラの教えがね、簡訳されてます、うん、はい、中国語、はい、ここでね、奉仕する側が逆にされちゃうんですよ。妻は夫に使うるに5つのことがあると。それは誤訳じゃないですよね。誤訳じゃないです。意図的にやる。意図的にやってるんですよね。それはそうでしょう。中国はほら儒教倫理の国ですから、男尊女卑の国ですから、そういったところでね、この簡訳するときにね、夫は妻に対して5つのことで奉仕せよと訳したなら、なんだこれはとこうなっちゃうでしょう。でそれが日本に伝わっちゃったんですか。あ、日本にも伝わってますね。はだから、あの女性のね、あの女性学の研究者たちが仏教は女性差別だと言ってる人たちがいらっしゃるんですけども、うん、この簡訳だけを見て判断してはいけませんよと、うん、原点に帰らないと改ざんされてますよと。あ、言い忘れましたけど、はい、このね、あの法華経、こんな厚いんですけどもね、はい、2巻あって、これ植木さんがお訳しになった、もうあの素晴らしい5本ですと言っても、私全部読んでないんですけど。あ、いやいや、はい、で、はい、はい、で それで私たちが仏教って、はい、あのイメージしているものがここで出来上がってるって感じがします。中国経由でね、はい、読んでるとちょっとね、歪められて、うん、中国のフィルターがかかってるわけですね。儒教のフィルターがかかって、わ、はい、かりました、はい、じゃあそれに対して原始仏教ではどうであったかというところなんですね、はいはい、次お願いします。あのこのテイリーガーターという、はいはい、これも植木さん の, もうこれ、ね、あの翻訳で私も、はい、あの読ませていただきましたけど、はい、女性たちが書いた詩ですね。手記ですね、うん、はい、すごくこう喜びに満ちています、まあはい、あのいろんな苦労の、はい、苦労をした、はい、あの女性たちが ね、はい、あのだけれどもこれ今あの文字で出ていますけれど、私は悟りました、私は下脱しました、ブッダの教えを成し遂げましたって、はい、こう嬉しそうに、ね、聞きとしてね、はつらつとして ねこういう言葉を ね、 すごいですよね、もう全員みんな語ってるんですよ、言ってんですよね、はい、こういうふうに苦労したけど、はい、この本本当に皆さんにあの
だからこれがスリランカに残ったんですよ。でも日本にはこれは伝わってないんですよ。このテイリーガーターというのは仏典として編纂されています、はい、ということはね、うん、編纂には男性の出家者たちも関わってんですよ、はい、ということは男性たちもこれは公認されてたということなんですよ、はあ、男性が、うん、ああ女性が書いたもの、女性が書いたものを、ね、この経典として認めてるわけですから。なるほど。そして代表的な仏弟子の中には女性もいろいろ、はい、いたと、はい、しかもこれも公認されてるね。出家した女性も、はい、出家していない女性も、はい、代表的な仏弟子としてこういうふうに名前が残っている、はい、これも、ね、男性、要するに原始仏典の中に挙げられている名前なんですよ、うん、ということは、ね、男性修行者たちも公認してたということですよね、うん、当たりも普通にいた。そうです、はい、で10代弟子って聞いたことありますね。聞いたことあります。例えば奈良の興福寺に10代弟子の仏像が残ってます。で、智恵第一といえば舎利弘一で、多聞第一といえば阿難だとかね、説法第一だと古名だとかね、それで10人挙げられてます。で、これ全部ね男性でしょ、うん、でしかも出家者でしょ。あ、男性の出家者に限定されてるんですよ。これが先ほど言ったほら改ざんの時に男性出家者中心主義の影響なんです。女性は全部排除されてるんですよ。だからスリランカに残ってる仏典にはですね、ちゃんと智恵第一の女性修行者ケーマーニというのが挙げられてるんですよ。説法第一の女性修行者のダンマディンナーニ、慈悲心第一のシャマバティという在家ですよ。これは女性で、多聞第一の女性の在家のウッタラ、だから在家も女性もねいたんです。男性のね説法第一もいるんですよね。男性も在家もいるし、そうそうそう、出家もいるし、はい、だからこういうふうにね女性のね出家者だけでも12人挙げられてます、はい、だからそういうのが全部ねガンダーラの清浄仏教の権威主義的な段階で、何女の智恵第一いらん、消せ消せ消せと全抹殺されたんです。でところがそれがスリランカにね残ったんですよ。なんかここまで伺っただけでも、はいはい、仏教のイメージが全然変わります、ええ、だからあのね、例えばそのあ、まあいいや、後でいいや、はいはい、じゃあちょっとその改ざん、なんか改ざんっていうとね、はい、生々しい、はい、事件とか思い出すけども、ええ、改ざんされた清浄仏教での女性はどういう扱いになっていたか、はい、今おっしゃったように、あの代表的仏弟子は男性出家者のみになってしまった。日本や中国に伝わった10代弟子はみんな男性の出家者になった、はい、で女性の地位は、ね、うん、そうですね、地位を低下させるんですね。この八景法っていうのは、はい、これはですね、あの後で作られたんだと思います、うん、でそこには項目はですね、うん、まず1番がもう100年経ってる出家女性であってもね、今日たった今出家したばっかしの男性修行者にはペコペコ頭を下げなきゃいけないということなんですよ。これはおかしいんです。スリランカのさっきのお話を伺ったら、はい、お釈迦様こんなこと言うわけじゃないじゃないって思うけども、あのでもこれが伝わっていくんですね、はい、こういうのはあのでっち上げられちゃうんですよ、はあ、で仏教ではですね、あの出家する前の地位とか肩書きは一切関係ないんですよ。で出家した順番にあの尊敬される先輩としてね、だから100年経ってればもうね大先輩ですよ。でその規則をぶっ壊したんです。これで次に7番目には女性はね出家者は男性出家者を阻止してはならないとか、8番目は女性出家者は男性出家者に訓戒してはならないと、じゃ議論しちゃいけないということです。もう教訓垂れちゃいけないと、はあ、ところがね先ほどほら智恵第一でいたじゃないですか女性、そうですよ、説法第一の女性じゃないですか。説法第一でこの人たちにね男性修行者たちがお釈迦さんの説法を聞いて、んちょっと今のよくわからんかったけど教えてとね女性にね相談してるんですよ、うん、とこの智恵第一の女性たちからね、あそれはこういうことよと教わって、目から鱗だっていうのは原始仏典に書いてあるんです。そういうことがそれと違うじゃないかとね。えだけどこれは、はい、あのお釈迦様が女性出家者第一号の方に、はい、与えたっていうという形を取ってるわけですよ。まあフィクションですけど、はい、要するにねあの言うことを聞かせるのはね権威を持つ、ね、持って言うことを聞かせるのが一番でしょ。でそのために
教団の権威、もう最高権威といえばお釈迦様じゃないですか。で今度は女性の教団の最高権威といえば女性の第一号、出家第一号、このマハープラジャーパティ、だからお釈迦さんがこの女性の出家の第一号にいい格好だよって、いいね、分かったねって言ったら、はい分かりましたと受諾したという形を取ってるわけですよ。なんかもう巧妙です。そうですね、だからね、この8番目に関してもう一つ付け加えればですね、あのメガステネースというギリシャ人が紀元前最盛期にあのインドに来てます。でそこでね、インドで見聞したことの記録を残しています。その中にね、インドにはね驚くべきことがあると、それは女性の哲学者がいるんだと。でその女性の哲学者が男性の哲学者に対等にね議論をしているという記録があるわけですよ。それからしてもこの8番おかしいでしょ。そうですね、でそういうふうにね、もう歴史や事実をひっくり返してこういうことをでっち上げて女性を低めていくわけですね。そういうことをやるのに権威を借りてやるという手法がね、清浄仏教がやったわけです。手が込んでます、はい、お釈迦様がやりもしないのにやったって言って、はい、そうで次もね関連するんですよ、うんうん、女性の出家でね、うん、この500年、あここが1000年と500年と書いてくる、500年持つはずだったのが、はい、500年持たなくなったと。あそうなんですね、はい、でそれをやったのはね、うん、このアナンというやつがね、はい、女性の出家をねお釈迦さんに許可を取り付けたからだと、うん、あいつが悪いんだにしちゃうんですよ。でアナンはどうなったんですか。まあ、歴史上はね尊敬されてるんですけども、うん、悪者にされちゃうんですね。悪者に、そのそれでそのそういうふうなことをやった罪として時羅罪という、ね、罪を着せるんですね、はい、ところが時羅罪というのは一番軽い罪なんですよ。何それ。ごめんなさいと言えば済むような罪、もうここにね見えるのはね、うん、どういうことですか。要するにね、この女性を出家させたことで罪を作った、ところが悪者にするのはちょっと忍びない。でだから、まあ、せめてか一番軽い罪ぐらいにしとこうぐらいのことだと思う。形式的なこと で、はい、でしかもね、なんだこのそれを罪を決めたのは賀正だと言われてるんですね。はい、はい、あの賀正さん、あの十大弟子の一人ですね、はい、でこの人がその阿難はこういう罪があるとこう決定したっていうね記録になってるんですよ。ところがね、先ほどの言ったこのテーリーガーダを読むとね、はい、うん、賀正も女性のね出家者の指導に担当してるんですよ、うん、でその担当してもらったその女性修行者がね、賀正さんと私はねお互いに一緒に修行してね、このアラカンの位に一緒にいたんだと、うん、あの人と私はとね対等の言葉で語られてるんですよ、うん、これがね、うん、本人がかお釈迦さんが生きてる時代の人たちがそれを記録してるわけですよ。でこの八景法っていうのはもう賀正さんも阿難さんもみんな、そうお亡くなりになった後に後にでっち上げられてるんです、ね、でっち上げられてるのね。でしかもほらこの500年持たなかったからうんぬんと阿難を悪者にするこの時にも、お釈迦さんが亡くなった後の教団の指導者になった賀正を使って言わせてるわけです。あいちいちそういうふうにもうそういうねこの悪巧みがね見えてきますね。はあ、そうですね。でお書きになってますけど、はい、そうやって教団の権威がこう、はい、確立していくわけですね、はい、はい。じゃあ次お願いします。で今度また原始仏教に戻ります、はい、原始仏教は迷信を否定したとありますが、はい、ブッダというのは目覚めた人という意味、はいですね、あります、はい、ブッドというのがブッドというのがね動詞の目覚めるという意味なんです。目覚める。でそれに他をつけるとブッダという過去分詞になるんですね、うん、目覚めた人、はい、だからブッダという言葉は目覚めた人という一般名詞ですこれ。でブッダというとね皆さんあの固有名詞のように思っちゃってるでしょ。思ってます。固有名詞じゃないんですよ。で原始仏典ではねこのブッダという言葉は複数形で出てきます。あ一人じゃないお釈迦さん一人じゃない、はい、でその目覚めた人となるとですね、あの何時に目覚めたんだということが問題になりますね、うん、そうですね。でそれはねここにあるように法帰依、はい、自帰依、はい、要するに法に帰依する、自己に帰依すると、うん、要するに法すなわち普遍的真理とか、うん、人間としてあるべきあり方だとか、あそういうことに目覚めることが悟りなんだ。法帰依、はい、でもう一つはね
自己に目覚めるんだと、真の自己に目覚めるんだと。どういうことですかね。私というものはいかなる存在であるのかとか、あるいは今ここに自分が生きていることの意味だとかですね、もう含めて自分のありのままの姿を気づいていく、あるいは失われた自己の回復と言ってもいいかもしれないですね。私って何なんだろうとかね、迷ってる人いるじゃないですか。そういう人に、あ、私はこういう意味でここに生まれてきたんだとかね、そういうことに目覚めることでしょうね。だから自己を離れてですね、悟りはないんだと、いうことをね、お釈迦さんは言ったわけですよ。個人一人一人のこととして、だからあのね、誰かある人をね頼りにするとかいうことじゃないんだ、あなたが大事なんだということを言ったわけです。だから何とか如来だとか何とか神様だとか、そういったものにねすがるとか頼るとかね、そういうことじゃないんだ、あなた自身が大事ですよということを言ったんですよ。はあ、すごく、現代にそのまま、あの原始仏教はね、僕から見ててもですね、全然矛盾がないと思います。道理にかなってると思います。おかしいなと思うことはね、僕はほとんどないですね。でこの3つ目の如実知見っていうのも、今おっしゃったようなことの延長 で、だから我々はね、物事をありのままに見てないんですよ。自分というものもね、なんかこう過去世からなんかたたりがあるとかなんだとかね、そういったところから自分を捉えたりさせられてるじゃないですか。そういうのはね、全部ね剥ぎ取ってありのままに見なさいと。で自分がね、あの自分の目で見たこと、確かめたこと、確認したことを信じなさいと。でこのありのままに見るってことはね、逆に言えばね、我々はありのままに見てないってことなんですよ。ですよね。もう極端な例を言えばですね、虹は何色あるかと言えば、日本人は7色と答えるでしょう。でも万葉集の時代の人は8色と答えるんですよ。ドイツでは確か6色でしょう、5色かな、5色。アメリカは6色なんですよ。でアフリカのある国はね2色なんですよ。3色の国もあるんですよ。ということはね、この虹は7色だっていうのは文化の目で見てるからですよね。そういうふうに教わってるから、虹を見たら、あ、7色だとこう思ってるだけだと。でそのようにですね、我々は意外とですね、先入観だとか思い込みだとか、そういったことですね、あらゆるものを見てるんですね。もっと極端な例を挙げるとね、これ明の時代のね、漢方のお医者さんがね、そのある罪人のね、死刑になった罪人の解剖を申し出るんですよ。で解剖を開いた、お腹開いた、そしてびっくりするんですね。あーっと、要するに漢方の医者はほら壁に五臓六腑の絵が貼ってあるでしょ。 はい、あれをずっと見続けてるわけですよ。それで開いてみたらね、それと全然違ったわけです。でびっくりするんですよ。ところがね、最後の結論は何かというとね、こいつは罪人だと、悪いことをやったからね、心だけじゃなくてね、五臓六腑の位置まで狂ってしまったんだというね、自分に言い聞かせて、目の前にある事実を見ないで、権威で語られている五臓六腑の図の方を重視して、ということは現実の方が間違ってると。そうそうそう。だからそれぐらいにね、ありのままに物事を見てないってことなんですよ。いやでもちょっと笑えないかもわからないですね。はい、だからお釈迦さんはね、ありのままに物事を見ることがね、悟りだったと思います。なるほど。はい、だからこの原始仏典のね、このブッダの言葉っていうのがあるんですけども、この中にね、何箇所も出てきます。ありのままに見るってことが。でどういう表現かというとね、弟子たちはお釈迦様の教えを聞いて、ありのままに物事を見ることができるようになったという表現なんですよ。あの植木さんはもともとは物理学をご勉強なさった、あの科学畑の方でいらっしゃるけれども、そういうあの、お立場からあの本当に納得なさると思うんですけれど、このね、その当時の洗脳っていうのは、まあ、あのバラモン教、から解き放つということが下脱であり、宗教っていうのは仏教用語であって、人間としてのあるべきやり方の根本の教えであるっていうふうに、あの、まあ、今あの、目覚め の、あの中身をこう言い直した感じなんですが、その次のところにか書いてくださったのがね、この宗教と迷信を分けた、お釈迦様を分けた、
で、人間を賢くするのか豊か、あ、愚かにするのか、はい、幸せにするのか不幸にするのか、喜びをもたらすのか不安に陥れるのか、なんかこの迷信じゃなくて、はい、あの今日本だとそのカルトっていう言葉に置き換えてもいいような気がします。はい、まあ、その通りですね。あの、まあ、お釈迦さんの時代もですね、まあ、こういうふうに迷信じみたことで、あのみんなコロッと騙されてたわけですね。まあ、それはもう典型的なのもカースト制度なんかそうですね。あんたは過去世の行いが悪かったから奴隷に生まれた、私は過去世の行いが良かったからバラモンに生まれたとかですね、まあ、そういったことをね、目に見えないこの過去世のことから持ってきて意義づけして自分たちを正当化したわけですよ。もうあれは全部正当化の論理ですから。で、相手をこの悩ませといて、で、そのあなたの汚れを取ってやるから、あ、私が祈祷をやってやる、そのお金代償としてお金持ってこいでしょ。構造は同じでしょ。今の問題と全く同じです。はいはい、これあのすごくあのいい3つですよね。はい、だから仏教はね、うん、賢くすることをした、うん、目指したんですよ。先ほどのね、如実知見、ありのままに見るということもね、うん、賢くならなきゃありのままに見れないですよね。なんかこう迷いを相手に与えてね、こう相手をこう混乱させといてね、その隙あらばっていうようなやり方はね、仏教はやってないわけです。目覚めさせることを目指したのが本来の仏教だったわけですね。不安にしたりね、はい、これはその、はい、カルトかどうかっていうのをこう見分けるのにもいいですね。だと思いますね。この3つはね、はい、で、仏教はあるいはお釈迦様は迷信やドグマやのと占いなどを排除した、はい、だから例えばね、うん、あの沐浴なんかやるじゃないですか、はい、その沐浴をやることによって水で汚れが流されていくと、うん、いうことを言ってるわけですよ、うんうん、で それに対してね、 ある女性がね、沐浴やってるバラモンの男性に何やってらっしゃるんですかと、いや沐浴やってんだと、その過去世の汚い語を、ね、流してんだと。でそれに対してね、あ、そうですかと、じゃあ魚や亀やワニやね、生涯水に浸かりっぱなしでしょ、じゃあ一番汚れが少なくていいでしょと、じゃあなんで人間より畜生を下に見るんですかとかね、あるいはね、その火を燃やしてこの ごまの儀式をやるわけですよ、このバラモンはね、はい、まあ、日本では真言宗がやってますけども、あれはお釈迦さんやるなと言ったんです。あら、畜生の行いである、汚れた行いであると、うん、うちの原始仏典ではもう明確に否定してます、うんうん、でその火を行う儀式についてもね、で火を燃やして汚れがなくなるんであれば、鍛冶屋さんは朝から晩まで火のそばで仕事をしていると、だったら一番汚れが少なくていいじゃないかと。ところがカースト制度ではもう最下層であると、そうか、おかしいでしょと、もうこういう矛盾をねバンバン突きつけるんですよ。なんかはい、痛快ですね、ですその、はい、出してくる例がね。だから当時としてはね、え、そんなこと言っていいのとかね、いうようなこともね、忖度しない、ズバズバね言っていくんですよ。はい、で、はい、そういうバラモンとのこうエピソードを一つ、はいはい、あの紹介してくださいました、はい、あのバラモンから寄付を、高額の寄付を断ったバーバリっていう方ですか、はいはい、名前ですね。そのこれ何て読むんですか。ズハサ七部ですね。ズハサ七部。うず？ズハサ。ズハサ。七部。七部。はい。頭が？七つに割れる。七つに割れるぞって言われちゃった。それもこれに書いてある。これに出てくるんですね。はい。原始仏典。これはね、一番古いね、現存するお釈迦さんの経典なんです。へ、う、え、ん。でここにね、これが書いてあるんです。で、ある時ね、このバラモンの行者がね、このバーバリーという人に訪ねてくるんですよ。で、金500両よこせと。お伏せせよと。いや、もうたった今ね、別の人にあげちゃったからないと。何、俺がね、こんなに頼んでもね、断るっちゅうのかと言うんでね、じゃあっちゅうんでね、もう目の前でこの頭がね、7つに割れてしまうというね、この呪いをかけるんですよ。そしたらね、もう呪いをかけられたその人もね、もう夜も寝られない、の水も喉を足らない、食べ物も喉を足らないんでね、悩むんですよ、はい、でそこへね、まあ、天女が現れてきて、あ、これ言ったの天女なんですね。そうそうそう、はい、でどうされたんですかと、いや、かくかくしかじかだと言ったら、あれはね、詐欺師ですよと と言って、そんなにね悩むんだったら、あちらの方にお釈迦さんがいらっしゃるから相談されたらどうですかと言うんで相談する。
そしたら、どうしたのって聞いて、いや、頭が7つに割れると言われたって言ったら、ああ、そう、その頭が、ね、7つに割れるその頭とは、煩悩のことでしょうと。だ煩悩がね、7つに砕き散るんだからよかったねと。で、バーバリさんと、ね、楽しく生きなさいと。末永く生きなさいと激励したんですよ。お釈迦様が。で、その人はほっとするんですね。だから、ここに一番下にこの無為世と書いてあるんでしょ。無為世ってね、うん、これ恐れなきことを施すっていう意味なんです。はあ。だから相手がね、不安になってたら、その不安を取り除いてやる、あるいは安心させる、これが本来の仏教だったんですよ。仏教じゃないですけれども、今問題になっているカルト宗教は、はい、お金を出さないと、はい、先祖が苦しむとか、そうそうそう、あなたに変なことが起こるとか、はい、不安に陥れて、はい、恐怖に陥れて、はい、それで高額のね、1億円とか、はい、献金させるっていうのはとんでもないことですね。ですね。それは仏教の名前で語られてるから、それは仏教じゃないでしょうと。そういうことね、もしか言ったらね、まあ、あれはキリスト教からの派生ですけれども、はい、でも今でもこんなこともうざらにあるわけですもんね。ありますね。だから、ある大学教授の話をしてもいいですか。あ、何ですか。その大学教授でね、うん、そういう高額のお金をね、むしり取られた人がいらっしゃるんですよ、うん、それはね、まあ、四国のある霊験新たかなお寺だと聞いて夫婦で出かけるんですね。それでそこで別室に通されて、戸籍上の名前と生年月日を書きなさいと言って書いて、で目の前でぐしゃぐしゃぐしゃと丸めて、火の中にポイと放り込んで燃やして、であなたの生年月日は何でしょうと、戸籍上の名前は何でしょうと。でその方ね、本をいっぱい、もう新書をいっぱい出されてます。お有名な人です、うん、でところが本に書く名前はね、戸籍上の名前とちょっと書いてあるんですよ、はい、ところがね、戸籍上の名前をピタッと当てたんですね、その人がね、うん、それでもうそれでその先生は舞い上がっちゃって、はあ、そしたらその僧侶がね、うーんと顔を見てね、うん、おー、あなたはね、若死にの層があると、私がね、80まで生きられるね、祈祷をやってあげましょうってやってもらった。そしたら、うん、百万円請求されたと。うわ、それでね、私に相談があったんですよ、うん、まあ、うん、もう今から20年ぐらい前かな、うん、中村先生のところで勉強してるっていうことを聞かれて、うん、もうそれだったらぜひ教えていただきたいとね、うん、呼ばれて、うん、開講で一番ね、そういうことを話されて、うん、どう思われますかっていうから、私も天女と同様にね、まあ詐欺師的な行為ですねと言って、で私言ったのはね、そんなこと当てたから感動しないでくださいと。で戸籍上の名前、生年月日はね、どこかに書かれてるでしょうと。それは調べれば分かることでしょうと。で私だったらね、昨日の晩ご飯何食ったか当ててごらんと何分かります、昨日、じゃあ一昨日は分かりますか、3日前は何か分かんないでしょ、自分でも3日前はちょっと分かんない、ね、これ当てたらね、信じていいですとと言って帰ってきたんですよ、はい、なんか面白いね、ほとんどがね、その類なんですよ。どこかに書いてあることしか言ってないんですよ。であれは私はお釈迦さんの生まれ帰りだという人も、あれはもう教科書かなんかね、本の中に書かれてあることしか喋ってないでしょ、うん、でそこまで言うんだったらお釈迦さんがね、どこにで亡くなったかね、誕生の地も分かるよね、連れてってここだと当ててごらんと言いますけどもね、できないと思いますね。なるほど、はい、でなんか本当にこう目から鱗というか、はい、先入観がどんどんこう壊れていって仏教って生きるための、そうそうそう、はい、それも楽しく、はい、楽しく喜びに満ちて生きるための教えだし、はい、そういうことに気づくことが、はい、悟るということですね。はあ、だから我々はいろんな、ね、執着心だとか、はい、固定観念だとか先入観だとかもガチガチになってるんですよ、うん、で苦しまなくていいことで苦しまされてるんですよ。でそういったことを一つ一つ、ね、取り払ってあげるのが仏教だったんですよ、はい、でそれを解脱と言ったんです。仏教のおかげで女性たちは、はい、うん、こうね、植木さんからすればいらぬ苦しみを
受けてきていると言っちゃっていいと思うんですが、バラモン教の社会の中でもめちゃめちゃ女性は蔑視されてます、はい、で仏教の中でも蔑視されていると思い込んでいる女性は多いです。多いと思いますね。じゃあ次お願いします、はい、でね、あ、そうそう、観音菩薩はジェンダー平等か、はい、この話をちょっとお願いできますか。これはですね、うん、これは2003年か2年頃、ちょうど20年ぐらい前にですね、はい、アメリカでジェンダーイクオリティインブディズムという本を私出したんですね、はい、でそれがアメリカのとカナダの、ね、大学の教科書になったりしたんですけども、仏教のジェンダー平等、はい、日本にはその本は出て、日本ではね出てます、はい、でそれを出したところですね、カリフォルニアロヨラメリーマウント大学のロビン・ワン博士からですね手紙が来たんですよ。で中国仏教の女性像、まあ、中国文化のと思想における女性像という研究をしたいと、で共同研究をやりましょうと、で反対には中国仏教についてお願いしたいと、でその中ではね特にねこの観音菩薩についても触れてもらいたいと、なんでかというと観音菩薩は男にもなるし女性にもなると、いろんな姿を取ると、もうこれ自体がもうジェンダーフリーだというふうにおっしゃってきたわけですね。でそれを読んで、ん？違うよと、違うんですか？思ったんです。観音様ってとっても女性的なね、はいはいはい、像もあるし、ね、ここにこういうおひげのある観音様もいるから、うんうん、なんかアセクシャルなのかなって思ってたんですけど、違うんですか？もともとはねインドの仏典では男です。女性にはなりません、でクマラジュという人よりも100年120年ぐらい前に訳した人も全部た時も男です。そうなんです。でクマラジュの訳した時には男女になるというふうにこうなったんです。でもう一つはね、男性女性の姿を取るというけども、これは観音菩薩に限った話です。全ての他の女性たちのことを言ったんじゃないんです。違うんです、だから例えば流女の成仏の場合は全ての女性を代表して成仏した姿を見せてるんです。ところが観音菩薩の場合は全ての女性のことを代表してるんじゃないわけですね。別にそういうことではない、はいはい、で観音菩薩はですね、この話が出てくるのは法華経の本来の思想の中核部分が出来上がって100年ぐらい経ってから付け足されたものなんです、なんかこれ、本にお書きになってますけれども、はい、後半の方は後世、はい、付け足された中に観音経がある、はいはい、ね、で要するに原生利益が書かれてますから、要するに、ね、この法華経にはこんなご利益があるよっていうのはね、もう交通安全だとか金や何だとかねそういったものがこう後から付け足されたんですよ、でここを読むとですね、それ以前のところを読んでくるとね、自分が菩薩になって世の中のために何かやらなきゃいけないっていう感じになってくるんですよ、とは観音菩薩になったらね、観音菩薩いつ助けに来るのまだかよという感じなんですよ。へ、それ以前は能動的でしょ、でこの観音菩薩の時になったら受動に変わっちゃうんですよ、読んでる側が。はで、その辺でもね、ちょっと法華経の思想と違います。ちょっと異質っていうか、はい、変質している、はい、でしかもね、この観音菩薩はイランの方から取り込まれた神様が、菩薩に位置づけられたものなんですね。非常に本来の仏教と全く違う性格を持っています、なんか法華経も、はい、最後の方はあんまり面白くない、面白くないですね、はい、それでこの原生利益の中にですね、例えば死刑に遭う時に刀を突きつけられた時に観世音菩薩というとね、その刀がボキボキボキと折れるとかね、あるいはそのシルクロードでそのキャラバンがね、この宝石なんかを持って旅してる時に盗賊団に取り囲まれたと、その時に観世音菩薩と呼ぶとね、その盗賊団がチリチリになって逃げていくとかですね、そんなことばっかり書いてあるんですよ。なんかつまんないことの、ね、でその一つにね、その男の子が欲しい人に観世音菩薩とね唱えれば男の子に恵まれる、女の子が欲しい人が観音菩薩といえば女の子に恵まれるとかが書いてあるわけですよ。でこの部分が中国で受け入れられたんです。なんでかというと中国では儒教倫理でね、その先祖供養があります。
その先祖の供養を扱えるのは男性だけです。女は扱えられない。だからもし男の子が途絶えちゃえば先祖供養をやってくれる人がいなくなっちゃう。そうするとこれはこのあちらの世界で路頭に迷うしかないということは、男の子を産まない人は親不孝者だということになっちゃう。だから女性は結婚して3年経って男の子を産まなければ出てけということあったでしょ。だからそういう社会にあってこの観音菩薩の話が入ってきた。女性が観音菩薩にすがる。みんなそれにすがったんですよ。はあ。あるいはいろんなね、このなんだろう、体験みたいなことが記録が残ってるんです、真の国にね。でそれは男の子に恵まれなかったね夫婦が観音信仰をしたら男に恵まれたという、そういう体験がねいっぱい出てきます。じゃあ観音信仰っていうのは平等には全然寄与していない。そうですね。だから中国の儒教倫理の中で悩んでた人たちがすがるような思いでそれにすがったけれども、女性たちを自立させてはいないんですよ。ですね。だから儒教倫理に甘んじさせたんですよ、うん、逆にそこに埋め込むための装置、はい、あ、そうか、はい、はい、分かりました。じゃあそのワン先生でしたっけ、はい、アメリカの、あ、その人に、ね、そういうことを、そういうことを、ね、保険と違いだったもう違いますよって言って手紙書いたんです、うんうん、そしたらね、うん、もうアメリカのその女性学会の仲間たちにね、私の手紙がバーッと回ってもうこの件に関してはあなたが専門ですから、もう私たちはもう何も言いませんと、あなたの思う通りに書いてくださいと言うんで書いて出版しました。なるほど、はい、はい、そして実は次がですね、今日一番伺いたいところなんですね、はい、そのジェンダー平等を具現した女性たちが出てくると、はい、大乗仏教経典ですから、その、はい、少乗仏教権威主義的なね、はい、女性を貶めたそういうものが出てきて、うん、でその後にそうじゃないだろう、お釈迦様の時代の教えに戻ろうという大乗仏教が出てきて、はい、でその中で編まれた、はい、結馬教、はい、結馬教、面白いこと書いて、女性を蔑視するシャリホツを知恵によってやり込めた天女。この結馬教は最初の、年表のところで正常、はい、を皮肉ったと書いてありますけれども、はいはいはい、この天女っていうのが、うん、もう皮肉るわけですか。そうですね、正常もう古典版にやり込めますね、うん、偶の音も出ないよね、はい、まずね、天女がね、うん、この現れて花びらをね空中に散下するんです、ばらまくんです、はい、やりますね、引力で落っこってきますね、はい、で菩薩の体に落ちてきたものは全部スルリと地面に落っこちるんです、うん、とはこのシャリホツの体に落ちてきたものはくっついて離れないんです。シャリホツさんというのは知恵第一と言われた人、仏弟子、仏弟子のもうナンバーワンです。だけど清浄仏教の中で、はい、活躍しているような感じの清浄仏教の代弁者にされてます ね。だから歴史上の人物は立派な人なんだけども、清浄仏教の中ではそういうね、うん、はい、位置づけられてます、はいはい、代表者みたいな感じ。このシャリホツの体にくっついた花は取れないんです、はあ、でそれを一生懸命取ろうとするんです、だから取れないんですよ、うん、それで天女からね、何してらっしゃるんですかと聞かれるわけです。そしたら、いや、出家者に花びらは似つかわしくないから取ろうとしてんだけど、はあ、取れないんだというわけです、うんうん、そしたら天女がね、それはおかしいと、花びらには心はありませんと、あなたの心に花びらは良くない良くない良くない、出家者に似つかわしくないと思ってる心自体がそれはもう花びらに執着してるんです、囚われてるんですと、良くない良くないと思ってること自体がもう執着してるんだと、分かりますよねこれね。でだから取れないんだと、だから執着というのはくっつくっていう意味でしょ、英語でもアドヒアレンスですね、くっつくですよね。だからそれで花びらがくっつくに象徴させてるわけですよ。もうそこでね、一本取られちゃうんですよ。でもすごくなんか言葉遊びというか、はい、レトリックというかね、はい、ただくっつく、くっつい、はい、花びらがくっついてる状態なんだけれども、はい、それと執着っていう心の問題とが重なってて、はいはい、なかなか高度な問題、はいはいはい、そこでね、そのシャリホツはね、そこまであなたはね、知恵が働きながらね、うん、どうして女の体をしてるんだって、ね、余計なこと言っちゃうんですよ。失礼しちゃう、はい、そしたら天女はね、
いや私は12年この方ね、この女の子本質というものをね探してきましたけども、そんなのはありませんでしたと言うんでね、そこでシャリホツの体と天女の体を入れ替えちゃうんですよ。そうなんですよ、入れ替え場、取り替え場や取り替え場や物語みたいに、はい、だから天女の、中身がこう入れ替え変わっちゃうんですよね。あ、外側だけが ね外側だけがね、はいはい、そしたらね、このシャリホツはねもううろたえるんですよ、もう女性っていうのは汚れた体と思ってるわけで、少女仏教では。だからあろうことか女の体になっちゃったとおろおろしちゃうんですよ。でどうされたんですかと、いやなんでこうなったか分かんないと、ね、あなたは先ほど私にね女の体を男に変えたらどうですかと言うと、じゃああなたが変えてごらんなさいよと、あなたがやってみせたら私も変わりましょうと。でいやなんでこうなったか分かんないのに戻せるわけねえだろうという答えるんですね。でまた元に戻す、胸を撫で下ろす、そこへね、先ほどのあなたの女の体はどこへ行きましたかとね言うんです。そしたら、いやどこへ行ったのでもない、女でないのに女の体してただけなんだ。そうでしょと、世の中の女性もみんな女でないのに女の体をしてますと、お釈迦さんはおっしゃいましたと、一切は男にあらず女にあらずと、はそこでこう言うわけですよ。ということは、はい、男にあらず女にあらずっていうのは今の文脈からすると、はい、男だとか女だとか、はい、そういうのって本質的なことだっていうことですか、はい、それをお釈迦様が言ってる、はい、もう最近の前代学でもそういうことになってるでしょ。男性的な健康、はい、女性的な健康というのはもう同じ人物でもある時にはこっちのこっち行ったりこう行ったり来たりしてるっていうのがですね、はい、まあ、そういう意味だろうと思います。はでもう一つはね、まあ、このね一切は男にあらず女にあらずってことを捉えて、うん、女性学者の一部の人がですね、うん、仏教は男女の性差をね無視してると批判する人もいらっしゃったんですよ。いやそれは違うよと、ね、ここの部分だけ見るなと、前後関係を見てくださいと、でね、一切は男にあらず女にあらずということが出てくるのは必ずその前に男か女かで言えば男が上だという議論をする人がいるんですよ。その後に一切は男にあらず女にあらずとはあ、いうこのね前後関係を、ね、見落としたらダメなんですよ、はあ、もう男の方が上だと女はダメだという議論をする人がいたんです。でそれに対してね、いや違う女の方が上よと言ったって、これ水かけ論でしょこれ男だ、いや女だ、男だ女だとやったってね、水かけ論だし不毛の論議でしょ。で仏教はね、この唯摩教はね、そういう不毛の論議に陥らなかったんです。そうじゃなくて一切は男にあらず女にあらずと、男だろうと女だろうとね、それはどっちでもいいことなんだと、を来るわけです。でそこでまた終わるんじゃないんです。この後に何が書かれているかといえば、この男とか女ということよりも人間としてどうなのかっていうことで終わるわけですよ。なんか進んでるっていうか、それが紀元1世紀に書かれてるんですごい、これね、知恵第一と言われたシャリホツを、ね、手玉に取る女性が登場するんですよ、うん、それは紀元1世紀に書かれてるんですよ。でこれは中国にも伝わってるんですよ、はい、中国ではこの部分は、ね、注目されなかったんですよ、うんうん、観音教が注目されたんです。観音菩薩の方が、法華経の面白くないところ、はいね、へ、じゃあ日本にもこれ伝わってるわけですね。伝わってますよ、うん、でもあんまり、はい、この部分は、ね、注目されてないです。私が読んでるような意味では読まれてないです、はい、次のその流女の成仏っていう、はい、これもね、返上男子、はい、要するに返じて男子となる、はい、だからこれ女性の体が男になって成仏するという話なんです。女性は成仏できないという、はい、日本の仏教ですごく言いますよ、はい、だから一度男に生まれ変わる、この部分もね前後関係を無視された解釈がなされてきたんです。だから男になって成仏する、あ、女性は全部男にならなきゃ成仏できないんですねという解釈をする人が出てきたわけですよ。いや、そう思ってたんです、はい、だそれは前後関係を見てないんですよ。で、この返上男子というかね、男になって成仏したという場面の直前に何が書かれているかというと、まず文殊師利菩薩が登場するわけです、はい、で今までどっかに行っててほんで戻ってきた、
でみんなからね、あなたどこ行ってたのと、いや竜宮に行ってたと。竜宮、はい、でそこで何してたの、いやこの法華経を解いてたんだと、うんうん、でそれあなたの解いたことをね理解した人はいるか、あいっぱいいると、その代表は誰だと、8歳の竜女という女性ですと、と答えたわけですよ。竜女は人間じゃないん、まあ人間みたいな、長族じゃないかと思うんですけどね、僕はね。あ、長族という遺族、まあ、土着民ですのこと、あ、はい、でこれはもう非常に差別されてた人ですから、ね、なるほど。だからあの長という竜も象徴されてるんですけど、竜神信仰というのがあって、その長族中の代表じゃないかと思いますね。でしかも女性で、しかも8歳、この8歳にも意味があるんですね。あのインドではですね、あのこれも法律書だったと思うんだけども、8歳以下はこの胎児と同然だと、一人前と認めないと。で8歳以下は胎児同然だとこう見られてるわけです。で一人前と見られてる、だから女性であって、この 竜族であって、で8歳以下と、この3つのねトリプルのマイナス条件を兼ね備えて成仏するということをこの達成する、見せつけると。成仏している代表としてその女の子を挙げたんです、文殊師利菩薩が、うん、でこの人がいかにね優秀で、でも知恵も優れ、修行もいかに優れてるかということを、ね、ずっと挙げ立てて、うん、この人はもうすでに悟ってるんだって話をするんです。でそこへね、この清浄仏教の女性観、成仏観にとらわれてる、そんなバカなと、ね、あのお釈迦さんでさらものすごく時間をかけてね激しい修行をして、やっとこそ仏になったのにね、もうわずか女性ね、こんな若い女性がね一瞬にしてね仏になるなんて信じられないとけしつけるわけですよ。でまたそこへね、この竜女が出てくるんですよ、登場してくる。でそこへ今度は舎利弗がまたね、あの女性というのは慣れないものが5つあると、うん、大王様にもなれない、帝釈天にもなれない、梵天にもなれない、ブッダにもなれないと、というわけです。でどんなにね優秀であろうが、どんなにね激しい修行をやろうが、女であること自体でも成仏できないんだよという発言をするわけです。うん、で天竜にはそれそこに対して、いやできますということを言うわけですよ。でここでもまた水かけ論になるわけですよ。ほ、うん、で分からずやでしょ、うん、じゃあそこまで分からないんだったらね、あんたたちが信じてるねやり方で成仏してみせましょうかっていうんで、男になって成仏してみせるわけですよ。うん、要するに清浄仏教では男でなきゃ成仏できないというね、もうガチガチ考えてますから、うん、じゃあ竜女はじゃああなたたちの土俵に降りていって、あなたたちのやり方で成仏してみせましょうとして、成仏をしてみせるわけです。男の姿になってみる、はい、だけどもその竜女ちゃんはね、8つの竜女ちゃんはもうあの成仏してる、この子誘ってんだよって、そう、もう悟ってますから言ったわけでしょ。そうそうそう、それを信じないから、でみんなが、うん、なバカなって言うから、はい、男の姿になってみたら、はい、ほら見ろって言ったっていう、だからなんかもう文殊師利菩薩もね、この人も悟ってますよと言ってる、保証してるわけですよ。でそれを信じないわけですよ、ね、じゃあっていうんで男の姿になって、彼らが信じてる姿でやってみせた。それでなんか説教かなんかしたんですか。あ、そうそう、それであの仏に成仏して、うん、で大勢の大衆の前でですね、うん、説法をして、うん、聞かせるんです。そしたらね、その人そこにいた人たちはもう目から鱗でね、歓喜してる姿を見せるんですよ。でそれを見たこのケチつけた2人はね、シャリホスともう一人の2人はね、もう圧倒されて黙り込んでしまったで終わるんですよ。それってその8歳の竜の女の子だったらがあの説教しても、うん、はい、みんなは感動しないけど、はい、その中身は同じ子が男の姿で説教したらみんなが納得したっていうのってね、はい、なんかただの外見とルッキズムっていうかね、はいはい、外見や属性でもって人を判断しているっていう、そういうことへの皮肉みたいな感じ、うん、ということもあるかもしれませんね。だからだって竜女は男の姿になる前にもう悟ってたわけですから、はい、だから相手はね、その外見でこの人の話を聞く、ね、聞かないというところが舎利弗にはありますよね。ねえ、はい、ああ
これはすごくこう、はい、皮肉が効きすぎること、ね、だからこのね、男になって成仏したということは、男にならなければ女性は成仏できないという意味じゃないんです。ないですね。要するに分からず屋をね、清浄仏教のね、女性観、成仏観にガチガチになってね、この分かり屋を、分からず屋をね、どうやって分からせるかっていうね、手段だったんですよ。説得の手段だったんですね。で、多分その龍女ちゃんは龍女ちゃんの姿でも同じ説教をしたろう、うん、はい、でも、うん、あえて男の姿に、あんたら そこまで言うんだったら男の姿で説教したっていうことですね、はいはい、だからそこのところがなんていうか、はい、こうとても女性にはね、こうやっぱり男に生まれ変わらなきゃ、はい、成仏できないんだっていうね、はい、そういうことになって日本が定着してこれね、先ほど言いましたけど、私は悟りました、私は下脱しました、私はブッダの教えを成し遂げました、みんな口々に語ってたでしょ、うん、ね、じゃあそういう初期から、はい、女なんかダメだっていう時期を超えて、はい、それを乗り越えようとしたこの法華経のね、はい、時代、大乗仏教が出てきた時代っていうのは、はい、その清浄仏教を乗り越え、はい、それから仏教を取り巻くバラモン教の社会の圧力をも乗り越えようとして、はいはい、男にあらず女にあらずというのを、はいはい、なんていうか高度な文学的なレトリックでなんとか伝えよう、ね、はい、表現しようとしたものであると、と思いますね。女性は、はい、男にならなきゃ成仏できないんだということを言ったんじゃないんだという、はい、ことでいいんですか？だと思います。あ、それであえてね、この変上男子、うん、はい、一旦男になるという表現にしたのはですね、やっぱりバラモン原理主義っていうのがありますから、女性をね平等にするっていうことは、女性も成仏ができるっていうようなことをですね言うことは危ないわけです。だから一旦男になってというワンクッションを置いて成仏するという形に表現を取ったと、でしかもいうことも言えるかもしれないですね。非常に文学的な物語的な中でね、はいはい、それだけその仏教を取り巻くバラモン社会のとの圧力とかも大変だったっていうことを、はい、だと思います。でそこに軟着陸するためのなんていうか、はい、妥協というと言葉が悪いんですけれども、うん、折衷案みたいな、まあ、そういう妥協したように見せながら内実を勝ち取っていくという手法だったと。それよりやっぱり前後を読むというか、これね、これを、はい、植木さんの博士論文が元になっているこれをね、はい、読むとすごくよくわかりますね、はい、あともう一点ね、うん、その変上男子について言えばですね、まだこの紀元1世紀頃はこの一旦男になってという表現を取らざるを得なかったんだ、命に及ぶ危険があるから。そんなに危険だ、はい、それからね、2,300 年したら今度はね、昭満経という経典ができるんですね。これはね、もうこの頃になると変上男子ということを表現をいらなくなってます、うん、でその昭満経という経典はその聖徳太子の三行義書の一つですよね、はい、そこではね、女性が主人公なんですよ、うん、で女性が説法するんです、うん、でそれを聞いてる人たちはもう女性のままで説法をして、でそれを聞いてみんな感動する。で横っちょに終わってね、話が終わったところでお釈迦さんがその通りだというね、認可をするという形式になってくるわけですよ。わかりました、はい、何かちょっと気持ちがね、はい、楽になった方がおられるといいなと思います、はい、この宗教っていうのは大体男尊女卑じゃないかっていう、はい、イメージが私なんかも強かったんですけれど、はい、初期仏教は決してそうではなかった違います、ね、ということを今日は教えていただきました、はい、植木さんのご本として、これもすごく面白い、今を生きるための仏教百話というエッセイ集、はい、これも面白いご本なので皆さん、はい、ぜひご覧になってみてください。そしてその仏教っていうのは宗教っていうのは人を不安に陥れたり、不安から解放してやるからお金よこせとか、そういうもんじゃないんだっていうことをね、はい、もうお釈迦様言ってますから、そういうものは
ちょっと疑うようにしたらいいですね。はい、そうですね。はい、今日は本当に貴重なお話をありがとうございました。どうかしまして、ありがとうございました。ここまでご覧になってありがとうございました。デモクラシータイムスは皆様のカンパで成り立っています。どうかいいかなと思った方はカンパをお寄せください。よろしくお願いいたします。